こんにちは、丸山です。僕たちの NPO 法人がですね、山梨県北杜市にある、廃校になった旧高根清里小学校を、2019年10月1日から10年間契約で借りることになりました。その子をね、どういうふうに使うかってことは事業計画としてもちろん出してはいるんですが、僕自身のちょっと頭の中を整理したいなってことで、こんな動画を作ってます。今考えているのは、校庭と体育館の利用です。これね、もうすぐに、一応プレオープンを2020年の4月で考えてるんですが、もう体育館とグラウンドはもうすぐに貸し出しができますので、ぜひご利用ください。で、まずどんなことに使うかっていうと、そのままです。もう体育館は体育館、校庭は校庭として使います。ただ、考えてるのは、もともと清里地域に、いわゆるこういう体育館っていうのがなかったんですね。で、逆に、こういうものができることによって、清里の宿泊者の中で、いわゆるスポーツ合宿。合宿系ですよね。それから、音楽合宿。あとは、企業研修。これはちょっとタイプとは関係ないかもしれないけど。みたいな、団体で例えば清里に宿泊に行くで、例えばスポーツ合宿で行くで、今までだと、その北杜市の比較的清里からだいぶ離れたところにある体育館とかグラウンドとか借りてたそうなんですが、それが今度地元の清里にまさに体育館と校庭が使える、有料でね、使える場所ができるということなので、ある意味今まで取れなかった、あれ取ってきて、今まで来てくれたお客さんでも遠方まで行かなければならなかったような、人たちを清里のお客さんとして迎え入れることができるようになる、そんなイメージを持ってます。で、体育館であるとかグラウンドであるとか、そういったところを使っていただいて、でしかもここね、1130m あるんですよ。いわゆる高地トレーニングができるんですよね。そんなところで他のいわゆる街中の体育館とかグラウンドとかとは違って、もうそこでトレーニングしてるだけで心肺力っていうのかな、その能力が高まるような高齢地になります。なので、そういったところでね、ぜひ体育の合宿とか音楽合宿、音楽も、ね、肺活量を使う楽器がありますからね、そんなのか。それから企業研修、これね、クリエイティブになるんですよ。なぜかその環境の、自然が豊かなところとか、それから空気、実際ね、この例えばね、空気が薄いからって言って思考が衰えるってあるでしょ。違う、空気が薄くても逆にね、脳は活性化するんですよ、不思議なことに。一歩リラックスするっていうのもあるし、そのね、リラックスとこう活性化するっていうのがね、結構いい感じできます。で、同じようにやっぱり大学のゼミだったので、いろんなアイデアが出てくる可能性が多いんですね。あと企業研修も、ね、企画会議になる。新しい商品とか新しい事業を考えるのに、この企画会議系はね、ちょっと標高の高いところでやるといい。というのは僕の経験値ね、科学的裏付けはないです。ただ、コーチトレーニングが科学的裏付けがあります。そんな感じで、こう、クリエイティブなことと体を使うこと、そういったことができる、すごい絶好の、環境が生まれます。なので、この体育館、校庭、ぜひ使っていただきたいなと思ってまして、さらに、特に体育館、校庭でもいいんですけどね、いわゆる、他のところでもどうもやってるみたいなんですけど、ドローンのトレーニング場だったりとか、そういったことをドローンで。ドローンのトレーニング場だったり、で、一応企画として今で考えているのが、防災キャンプ。これは僕たちの団体だけではできないので、山梨県内 の, その災害ボランティアをやっている NPO さんとも協力しながらやっていきたいなと今考えていますが、いわゆる災害が起きた時に体育館に避難します、そこで何日か過ごす、
まあ、それをあらかじめ、ね、災害のない平時に体験してみようということで考えています。なのでいざ災害が起きた時に初めて体験するのではなくて、あらかじめそういったどんな状況になるのか、体育館で寝泊まりするってどういうことなのか、そういったことが体験できるような防災キャンプというのもできたらいいなって今考えています。でこの体育館校庭に関しては、今北斗市と、うちの NPO とでいわゆる防災協定というのが、防災協定というのを結びます。なのでこの体育館それからグラウンド、災害時には避難所避難場所になります。まあ、そういったことで、通常はねこういったことで使いながら、いざ災害が起きた場合は、まあ、そういった場所にも使おうということで今考えています。ぜひこの標高1130m60だったかなで、ね、使える、体育館とそれからグラウンド、まあ、有効に活用していきたいなと思ってますので、皆さんのいろんな知恵いろんなアイデアをこの場所にこう注ぎ込んでですね、有効に活用していきたいなと思っております。あのね本当に八ヶ岳ってすごいですよ僕自身は山中湖に住んで富士山を見てて、富士山間近に見てて富士山すげえなって思うんです。で富士山はすごいんです。ただ八ヶ岳も半端じゃなくすごいです。あのねなんて言うんだろう、あの抱かれ方と言ったらいいのかな、うん、これ言葉にうまくできないよ僕自身。僕にとってはね永遠の片思いに近いのが八ヶ岳なんですけどね、まあ、それはまあいいんですけど、本当に、なんかお帰りって言ってくれてるわけではないんだろうけど、なんか帰ってきましたみたいな、つい帰ってきましたみたいな気持ちになるのがあの八ヶ岳なんです。あ、僕にとってこれ個人、あ、観光に書きますね、感想には個人差がありますってね書きますけどねというのがあります。そんなところでこう体を動かしたりとか、あの音楽やったりとか、まあ、体も動かすのもね、あの激しいスポーツばっかりじゃない、まあ、ラグビーとかね、ああいうアメリカンフットボールとか、ああいう激しいスポーツばっかりじゃなくて、例えばヨガだったりとか、あとうちのうちの理事長がすごい今進めてるのがピックルボールっていうね、もう楽しそうな、羽根つきじゃないんだ、なんだろう、あのピックルボールって面白い、楽しそうな、あの老若男女できる、スポーツがあって、それもこの、清里から、山梨県は清里からあのピックルボールの発信地にしようみたいなこと考えてます。なので、まあ、そういう意味で言うといろんな面白い取り組みを今考えていて、まあ、従来の体育館校庭の使い方っていうのももちろんなんですが、ぜひいろんなアイデアで、こんな使い方できない、あんな使い方できないとかっていうアイデアをいただきながら、できるだけ可能なものっていうのかな、ちゃんといろいろチャレンジしてみたいなと思っています。まあ、そんなわけで、八ヶ岳コモンズ旧高根清里小学校廃校の跡地利用ということなんですが、僕たちの NPO 法人が、これから始めますよ。ただね、残念ながらまだあんまり資金がないんだそこがね、今ネックだから、本当に稼ぎながら次みたいなことをやっていこうかなっていうところで今考えています。もちろん初期投資はあるんですが、まあ、それでもね、やっぱり光熱費もかかるし、人件費もかかるし、まあ、そんな、ね、諸経費もろもろかかるわけなんですが、まあ、それをやっていこうと。これは北斗市からお金出ないんですよ。出ないっていうか、僕たちが借りてるので家賃は払うんです北斗市さんにね家賃を払う形で借りてます。ただその代わりいろいろ事業を展開して、そこで収益を上げて、それを家賃にしたり光熱費にしたり、人件費にしたり、次の投資にしたりということで考えていますので、ぜひ皆様からのアイデアもそれからご協力もぜひ利用してくださいもうそれで嬉しい、もう利用していただければもう最高です。スポーツ合宿とかね、まあ、これヨガとかで、ね、そういう、さっき言ったけど、そういうのもいいよね、ヨガ教室とかもね。で、音楽合宿、それから企業の研修とか、企画会議ものね、事業計画を立てるとか、それから大学のゼミ、それから学習塾のね、夏季講師とかね、団体で来られても大丈夫かなと思います。まあ、そんな風にして、僕たちの、授業がいよいよ始まりますので、こうご期待していただければと思っております。とりあえずこの動画はここでおしまいです。じゃあ。